はい、こんにちは、てっちゃんです。本日はドラクエタクトスライムフェスティバル第2弾ですね。やっていきましょう。イベントですね。イベントの続きをやっていきたいと思います。これだね、2章だね。はい、まだノーマルだから簡単だと思うんですけど、とりあえずイベントが見たいので、やっていきたいと思います。クイーンスライム様、散歩していたらこのようなものを見つけました。綺麗でしたので、ぜひぜひご覧になっていただきたいと。あら、綺麗ね。一体これは何なのかしら。それはモンスターの力を引き出す宝石にございます。質が良いものはさらに綺麗でございますよ。あら、これ以上に、それは見てみたいわね。では皆の者、その宝石を探してきなさい。素晴らしいものには褒美を出すわ。おー、宝石探しの競争なの。私たちも参加するの。宝石がある場所といえば洞窟や山だね。でもそういうところにはドラゴンもいるかも。大丈夫かな。ドラゴン？今ドラゴンって言いましたか？誰なの？おっと、これは失礼してました。お初にお目にかかります。僕はドラゴスライム。ドラゴンの血を引くと言われているスライムだね。はい、実は僕ドラゴンを見たくて、よければ連れて行ってもらえませんか。別にドラゴンを探すわけじゃないけど、目的は宝石探しだからね。構いません。ドラゴンに会える可能性があるなら、たとえ火の中、溝の中です。やる気があるのは大歓迎なの。一緒に行こうなの。まずは洞窟を探してみるの。ところでどうしてドラゴンを見たいんだい？それはですね、おっと、その前にライバルがいますね。蹴散らしましょう。お任せでいきましょうか。ふう、さっきの話でしたね。実は僕、騎士を目指しているんです。そのため強くなりたいんです。伝説のドラゴンのように。ですがドラゴン見たことがないので、イメージが湧かないのです。なので会ってみて、できれば手合わせをしてみたいかと。なるほど、怖いもの知らずだね。それにすごい向上心だ。勇気があるのはすごいことなの。きっと慣れるの、応援するの。ああ、ありがとうございます。はい、ステージクリア。2章2話。いきなり戦闘だ。大ゴーストめちゃくちゃ強いよね。で、今回もいろいろなスライムが仲間になってくれるらしいんでね、それがすごい楽しみですよね。育成するのが、覚醒してね、やるのがすごい楽しみ。こうイベントやっていけば、そのうち仲間になるやつも出てくるでしょう。ここは宝石はなさそうだね。それにドラゴンもいないみたいだ。そのようですね。残念です。他を当たってみましょう。それじゃあ次は山に行こう。宝石は山でよく取れるからね。空飛ぶドラゴンに会えるかも。空飛ぶドラゴンですか。ドラゴンにもいろいろいるんですね。ドラゴスライムも飛んでいるの。そういえばそうですね。でもこれ結構疲れるんですよね。わかるの。羽をバタバタさせるのって肩が凝るの。いいな、僕も空飛んでみたいな。何か言ったの、スラクト。
なんでもないよ。さあ先に進もう。はい、ステージクリア。お、仲間になってくれたけど、やっぱそうだよなもうこのスライムナイトはもうね、覚醒が7、8ぐらいまでいってるんですよ。覚醒しすぎちゃって。2章3話ですね、いきましょう。ここなら宝石が取れそうだね。いや、ドラゴスライム、この山に目をつけるとはさすがだな。しかしここで足止めさせてもらおう。宝石は我らバブルキング様の舞台がいただくんだ。あのキングさん結集、もう毒のバブルキング様の舞台ここにいるだって。それにしてもどうして君がバブルでもないのに毒だって持ってないじゃないか。それはバブルキング様に君のようなフレッシュなスライムでもいずれはわしみたいになるって言われたからさ。僕の将来性に期待してるってことだよね。だから舞台に入れてもらったんだ。それは何か違う意味が、違う意味な気が。そうだね、バブルキング様の嫌味だと思うよ。それは何をごちゃごちゃ言ってるんだ。とにかくここから先は通さないぞ。僕でせっかくここまで来たんだ。そう簡単には諦めたりしないぞ。その調子なら吹っ飛ばしてやるの。レモンスライムは1体だけじゃないみたい。後ろからの吸収に気をつけながら戦おう。な今まれにインテとかなんかなかった今。舞台を呼んだ。おうおう、あー毒。3人揃って食らう？ステージクリア。2章4話。ふう、なんとか突破できたね。それじゃあこの辺りで探してみよう。モランさん、スラクトさん、これを見てください。お、いきなりいいやつ見つけたじゃん。でっかい宝石ならきっと女王さんも喜ぶの。待ってほしいのじゃ、お前たち。その宝石わしに譲ってほしいのじゃ。バブルキング様ですが、見つけたのは僕たちでして、キング三結集が一体猛毒のバブルキング様に逆らうというのじゃ。横取りなんて許さないの、早い者勝ちなの。なるほど、ならば実力行使なのじゃ。ミスでやるのじゃ、我らが猛毒軍団の力を。ここでバブルキング来るか。毒を扱うモンスターばっかりだ。猛毒にならないよう気をつけてね。配下のバブルスライムが少ないのじゃ。マッシュスライム早く呼んでくるのじゃ。
呼ぶ前に消されたという早く呼ぶんじゃ、早く仲間を。後ろ振り向いたらもう誰もいないと。はい、ふう、なかなかやるのじゃ。これ壁新喜劇みたいじゃない。負けた方が優勢じゃないと思うんだけど。本当だよ。バブルキングさんは三結集のあなたが一体どうしてこのような真似を。わしも昔はクイーンの 手足となって真面目に働いていたのじゃ。じゃが休みなしで働くのは辛いのじゃ。そうだよな。気づけば体もボロボロで限界なのじゃ。だらだらと毒の沼地にでも使ってゆっくり過ごしたいのじゃ。だから宝石見つけて褒美とやらで暇をもらおうと思ったのじゃ。債務社会にも闇はあるんだね。ちょっとかわいそうなの。そうだ、それならてっちゃんの仲間になるの。てっちゃんは優しいから休みもちゃんとくれるの。おほう、確かにお主からブラックな匂いがしないんじゃ。クイーンスライムに言いつけてやろうか。あなたはブラックですねっつって。バブルキングさんを仲間にするなんて、てっちゃんさんは本当に強くて、しかも優しいのですね。ふう、当然なてっちゃんは最高なの。さて、宝石が見つかったみたいだけど、ドラゴンはどうする？いえ、大丈夫です。おかげでもっといいものが見られましたから。そうなの？それじゃ帰ってご褒美をもらうの。後ろになんかドラゴンいるけどね、あれ。あれ、ドラゴンじゃないの、あれ。来るよ、来るよ。来たー、バブルキング、ありがたい。うちでコケ使ってあげよう。2章5話。女王様、ただいま帰還しました。こちらが例の宝石でございます。あら、とっても綺麗ね。これは褒美を与えるにふさわしいわね。遠慮なく言ってみなさい。休みをくれ。僕がクイーンスライムさんを守る騎士になりふさわしいか試してほしいのです。でもそれはどういう意味かしら。今回僕に同行してもらったてっちゃん様と手合わせをお願いしたいです。なんだっての。なるほど、面白そうね。私を守りきれたらあなたを騎士に取り立てましょう。どうやら協力してくださらない、てっちゃん様。そういうことなら胸を貸してあげるの、全力でやるの。ありがとうございます。それではいざ勝負。うん、ここで戦うか。特別サービスで私の氷結の鎖を見せて差し上げますわ。援護ありがとうございます。氷結の鎖で引き寄せたところを僕の息で一網打尽にします。そういう技なんだ、全然知らないけど。ああ。うちのバブルキングが、うちのバブルキングが寝返ってしまった。キャ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 。ああ、こういう感じなんだね。吹き飛ばしの逆バージョンみたいなもんだね。引き寄せなんだね。ああ、そうか。引き寄せたところ、はい、ドラゴスライム、あんた。力及ばず申し訳ありません、クイーンスライムさん。そらそうだ。あなたの心意気は変えましょう。ですが、実がまだまだのようね。てっちゃん様はこの子を連れて行ってもらえませんか。あ、こっちにくれる。クイーンスライム様さん、確かに僕の力不足は認めます。しかし、いつの日か私を守る騎士として立派に鍛え上げてほしいの。クイーンスライム様、いつか必ずや。任せるの。てっちゃんと一緒ならきっと強くなれるの。
ドラゴスライムだけでは心配じゃからな。わしも見守ってやるとする。あら、バブルキング様までどういった風の吹き回しなのかしら。まあいいでしょう、頼みましたよ。あなたがブラックなんだ。やったのじゃ。これで過酷なのかどうか、おほん。大船に乗ったつもりで任せるのじゃ。ではドラゴスライム、いつの日か立派な騎士になって戻ってくるのを楽しみにしていますよ。母、必ずやご期待に添えるよう協力、努力いたします。というわけで、若輩者ですがよろしくお願いします、てっちゃん様。えい、ー、ベホマラー。まだやってる。壁の扉早く直して。む、これも効かぬとな。ふふ、ならばよも本気を頼む。ベホマラープラス10。ふむ、よう元気になるだけで効果なしじゃ。こうなったら殴ってやる。えいえい。おおお、この光はもしや、お、治ってきたか。さあ、ここでドラゴスライムが仲間になります。ありがとうございます。こっちでも鍛えてやる。働け働けっつって。ここで終わりってことだね。ノーマル2章。そうだね。これで戻ったらハードとかが追加になると。あ、ここであれが追加？バブルキングロード。あー、来た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 。あー、これはいいね。はい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 。この、あ、あー、このあれだ、左2つはあれだ、スカウトだね。スカウトだね。スカウトちょっとしてみようか。これだね。ライムスライム、ゴッドライダー。ゴッドライダーかっこよくない？ S ランク。ライムスライムが A ランクなのかな？ A ランク。ライムスライム、うん、ライムスライムかな。ちょっと待ってよ。あるかな？チケット。こっちじゃない。こっちか。はい、5枚。はい。あとは、あれだ。タクトポイント。タクトポイント。交換。あー、10枚いけんのか。まあ、5にしておきましょう。よし。行くか。行くか。お祭りじゃ。あ、ちなみに、ちなみにいいですか。私のちょっと見てもらいます。初日組ですよ、私。 S ランク見てください。一匹しかいないです。これどう思います。初日からやってる人で S ランク一匹しかいない人って言います？ひどくないですか、これ。これね、覚醒3つしてるんですけど、最初の、ストーリー上で撮れるやつが出ますよね。煉獄場出ましたよ、1回だけね。でその後 S 確定チケットっていうのが出たんですよ。で引いたらまた煉獄場で、今回また S 確定って出ましたよね、チケットね。引いたらまた煉獄場。これやばくないですか。これこういう人います？ S が1体しかいないっていうの、しかも被ってる。これはね、さすがにね、ひどすぎませんか。このゴッドライダーが出るための布石ならまだいいですよ。なんかこう新しいものさって好きだから、これはぜひとも欲しいけどね。いやー、煉獄町ってあります？ S 確定、やった S 確定だよって引いたら、ひどくない？まあまあまあ、行きましょう。ここで頼む、演出頼む。いい演出。テンション下がるね、これね。あ、え、ちょ、
虹ある？1個あるよ、虹が1個ある。え、これ来る？ちょっとちょっと、はい、ストーマン、ありがとう、ストーマン、うんうん、これ、あれ、あ、おおおおおおお、ま、マジマジマジ、うんうん、まあいい、持ってないからいいいいんだけど、他の人ってみんなもワイトキングも貫突しちゃってるぐらいだよね。うん、やっと1匹目です、ありがとうございます。ワイトキング強いらしいからね。いやー、よかったよかった、2匹目ですがこれですよ。いやー、これなんか起きそうだよ。もう1個の虹頼む。あれ、これなる？あ、これ金。ああ、やった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 、これ、や、嬉しい、ライムスライム嬉しい。はい、シャドウありがとう。いや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 、今日はなんか来そうだよ。もう一個の虹頼むよ。あれ、ゴトライド頼むよ、頼むよ。もう初日、あの、今日イベント初日でゴトライド引きたいね、ドヤ顔したいね。よし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 、来い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 、頼む。どう、これ、みんなこの引き、うーわー、このためにあったのかな、煉獄町3匹。いやー、これはありがたい。いや、これ仲間すんの楽しみで、かくね、あのレベル上げていくの楽しみだわ。私は無課金だから、凸はできないんですけど、これ嬉しいわ。いや、こっちも嬉しいんだけど、これも嬉しい、ライムスライム。いやー、これであのバブルキングロードだっけ、マジ。いや、これね、今までね、ないですよこれ。ちょ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 、見ようか、これいけるよね、いけるよね。いやー、これは嬉しいわ、ありがとうございます、ありがとうございます。また明日から頑張る糧ができたわ。はい、多分ね、次回トップがここにゴッドライダーいると思いますいると思います。頑張って鍛えますんで、はい、皆さんも楽しんでドラクエタクトやりましょう。はい、本日はここで終わりにします。ありがとうございました。